山口サビエル記念聖堂は、山口県山口市にあるキリスト教カトリック、広島教区の聖堂。ザビエル記念聖堂とも呼ばれるが、施設名としては、サビエルと濁らないのが正式である。フランシスコ・ザビエルの来日400年記念として1952年に建てられた。初代の聖堂は、ザビエルの聖火で、スペインのナバーラ州パンプローナ近郊にある。 ザビエル城を模して建てられたもので、市民にも広く親しまれていた。しかし、1991年9月5日に、失火により全焼。サビエル記念制度の所有者であるイエズスカより多くの資金援助を受け、さらに、主々の教会関係機関、山口新と、並びに山口市民。 全国から寄せられた善意の募金により1998年4月29日に再建された。再建された聖堂は、イタリア人神父のコンスタンチノル・チェリと建築家、ルイジ・レオニのデザインによるもので、高さ53メートルの2本の塔とテントを模した大きな屋根が全体を覆う構造を持つが、これについては、神が私たちと一緒におられる印として、教会の形をテントにし、 二つの塔が天に伸びることによってサビエルを記念するだけではなく現代の人々に神様のことを強く思い出させる形を意識したものだというこの構造はカトリック教会の伝統的な建築様式と比してかなり斬新なものであった初代聖堂の面影をほとんど残すことなく再建された聖堂は当初 従前の制度の姿に慣れ親しんできた市民からの異論を引き起こした。しかし、日本の戦闘を持つ白色の境界道は、緑豊かな風景に違和感なく調和しており、現在では山口市民の憩いの場として親しまれ、山口を代表する観光地として定着している。山口市の中心市街地は高層建築物が少ないため、亀山の中原に立つ50メートル長の日本の塔は、 遠くからでも眺めることができ、いわば山口市のランドマーク的な存在ともなっている。毎日午前7時から午後9時までの間には15分ごとにカリオンの鐘が鳴らされ、市民に時を知らせる調べとして、旧制度の時代から親しまれ続けている。このカリオンの鐘は、イタリア製で、音の異なる大小9つの鐘を18機のモーターを駆動させて叩くことにより音色を奏でている。 ハンマーを動かすモーターが2011年3月に故障した時には部品の手配が困難なことから以後2年以上にわたって定時の鐘が休止されていたが危機更新を経て2013年12月25日に定時の鐘の音が復活した注釈出典。ありがとうございます